三笹町は、鳥取県の中央部にある町で、東白郡に属する。鳥取県において2番目に大きな町で、国宝の産物児投入道や、名称のおじかけがあり、世界一と言われる、高濃度のラジウム温泉が噴出する、三笹温泉街を有する。またそのラジウム泉特有のホルミシス効果は、病気治療、療養目的でも有用で、 岡山大学の付属研究所なども立地する。三徳川三笹温泉の町並み教育施設、小学校中学校大学医療施設姉妹都市その他、現在鉄道は存在しない。ソロク川の上流には1934年に開通した森林軌道があった。最盛期の路線は本線延長8209メートル。5本の支線があり全線馬力であった。 本線の廃止は1957年頃。道町の最寄り駅は JR 山陰本線倉吉駅。実現しなかった鉄道路線かつて倉吉町三笹村間に鉄道計画があった。1928年に鉄道不設権を得ると1930年に三笹電気鉄道を設立し、1931年には三笹温泉鉄道へ改称したが開業する。 見込みのないまま私鉄用欄に昭和42年度版まで掲載されていた。一般国道県道三笹温泉文芸を音楽映画芝外局版は0858となっている。ただし天気予報は0859から177である。郵便番号は以下の通りとなっている。2006年10月16日の再編に伴い変更された。ありがとうございます。